鉄時代よもやま話、車運車の話、運の昔の自動車輸送の話ということで空5線って言われるあの赤色のね貨物専用貨車自動車専用輸送貨車遺伝のお話ということでねお話をさせていただきますしばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします 国鉄時代における自動車輸送ということで、まあ、昭和50年代頃までは自動車専用列車といわれる列車があ,ありました、まあ、自動車専用輸送車としては空5000というね貨車が使われたんですけどもこれをねご存人の方も多いかと思います、まあ、自動車の移動には汚れや傷を防止するために車カバーがかけられていましたがこの貨車は自走式と呼ばれ、ね、貨車に乗せられた自動車を専用の 自動車走行装置で積み下ろしをするもので、まあ、国鉄を新たな貨物輸送として、まあ、力を得た一つでもありました、まあ、古い写真を、ねまあ、見てみますと、まあ、この画像は下田駅で、ね、到着した自動車の積み下ろし風景ということなんですけれども、あのー、これね移送時は先ほどの画面で見ますとね あのカバー等をかぶせずにですね、運転していた写真もありますが、まあ、機関車のパンダグラフからグリースによる汚れを防止するため、まあ、機関車の G の貨、ね、車には、まあ、カバーを、ね、かけていたそういうような画像もありましたねさっきの画像はそんな感じでした、えー、この写真につきましては伝説曲30年史のアルバムは非売品から、ね、引用させていただきました、えー、今ですね、ちょっと見ていただくとね、わかるんですけども、えー、模型の方ですねちょっと などをね、アップさせてもらってますけどもえこの貨車はですね空5000と呼ばれるもので、まあ、1900cc 前の車であれば10台、ね、2000cc 以上では8台軽自動車では10台をね搭載できるようになっていたそうです、まあ、今回紹介させていただくねあの専用貨車の方ですけども、まあ、これはこういった空、ね、5000などが誕生する以前にね使われた私有貨車のお話になります 最初にですね、まあ、国鉄の中部支社が、トヨタ自動車に働きかけて、まあ、陸送に帰えてですね、えー、鉄道輸送を、ね、利用してくださいということで、まああのー、従来のね、陸送の費用よりも少し安い程度、ね、そういうのを定義したというふうなことを書いてます。で、あのー、それはですね、まあ、パブリカで輸送用に開発したもので、まあ、その後ですね、同じように改良型のね、貨車っていうのが、ダイハツ工業。 並びに三菱重工業ね。あの後の三菱自動車になるんですけども、生、まあ、そういう貨車をですね。開発していますので、ね、合わせてね。その点をご紹介させていただこうかな。なんて思っております。えまあ、ユニークな自動車専用貨車誕生ということでね。書かせてもらってます。まあ、あのちょっとこれを見るとですね。なんかあの2段にね。自動車が乗ってるだけって、そんなイメージだと思うんですけれども、まあ、実際0、ね、こういうイメージでした。 でも最初に作られたね、手応対自車がパブリカへそういうに製造した貨車で、まあ、あの、シム一線型、ね、あ後に組む一線という名前に変えるんですけども、まあそういうね、あのー、貨車でした。で、あのー、その所言という大きさなんかをね、ちょっと横、あ、こう下に書いてるんですけども、まあ車体舎九千五百ミリ、車体幅は二千六百三十ミリ、列車体高さは二千八百十ミリとか、かなり小ぶりなね、えー、貨車でした。 二重は7.5トンで、荷重は15トンとなっているんですけども、まあ、これはですね、実際にはその自動車がそんなもちゃちゃ重たいわけじゃないんでね、あですけども、まあの、かさばるということで、ですね、そ最大、まあ、15トンのね、まあ、の大きさという見出しです、ね、すうんちを計算していたそうです。 では実際はですね下段に4段上段2台搭載するもので、まあ、専用パレットに乗せてです、ね、上段はクレーのに載せるそんな死のことでした、まあ、実はあの、ね、下段には4台載せてますっていうことでちょっとねあの見にくいんですけども4台載るような形になってました、まあ、組む一切はこんなかしらっていうことでねあの写真がありましたのでね、まあ、ご覧いただこうと思うんですけれども、まあ、これだけ見たらですね、まあ、先ほどもね、まあ、イラストで見ていただいたんですけども なんああともいかめしいというかです、ね、これが本当にね、車を,、ね車をね、運ぶ貨車なんですかというな、そういうイメージを、ね、持たれるかと思います。まあ、この貨車にです、ね、まあ、先ほどの、ね、イラストのようにです、ね、6台の車が乗るわけですけども、まあ、これですね、実際、さっきも申し上げましたけどですね貨車をクレーンで吊るしながら、ねまあ、あの積み上げたそうです。 まあそ,の次のそういう写真がですね、まあ、次の画像ということでね、ご覧になっていただけるかなと思います。組む一線の、ね、積み込み風景ということでね、まあ、あの下手な説明はいらないかと思うのでね、まあ、じっくり見ていただこうと思いますで左側がですね、あの貨物、貨車に、ね、あの積み込んでいる様子ということでクレーン車を使ってですね、あの積み込んでいるんですね。 でこう全てが積み終わった状態というのが、えー、右側の写真ですねこれ見ていただくと分かるんですけども、えー、前後ろでね下段の方が4台で上段にですね、まあ、2台ねそういうふうに並んでいるのがわ、ね、かるかと思います、まあ、今から考えてもです、ね、非常にまあ非効率な、ね、積み込み方だったんじゃないかなと思うんですけども まああのこれがですね、トヨタの、あのー、シムム型、ね、型後のクム一線型ののク積み込み込様子ですえ。ここで少しだけ、ね、解説と、あのその,後の、ね、あの他の車両ということでのお話をさせていただことありますけれども、な、ま、ん、あ、ともユニークな積み方をしているね、あのー、貨車ですけれども、まあ、あのパブリカっていう車自体ですね、これで車体幅が1415ミリ。 高さは1380ミリとなっていますので、まあ、鉄道車両の限界を考えるとです、ね、まあ、下の時代の隙間っていうのはね、5センチ程度しかなかったんじゃないかなと思われるわけですね。またですね、この貨車の誕生に関しては、国鉄が働きかけてね、トヨタ自動車がそれに応じるという形で、ね、開発されたというふうに言われています、まああの。ユニークな車両ではあったんですけどね、比較的早く淘汰されてしまいました。 また、その後改良されたね、社運社として、ダイハツ工業はシム2000、後のクム、UM、2000ですね。ある意味に、三菱重工業の方はですね、後の,の三菱自動社ですね、こちらの方もですね、シム3000、ね、後にクム、UM、3000というね、貨車を製造しています。はい。その辺をまたね、見ていただこうと思います。 次にですね、空5000、誕生以前の社運車ということで、ダイハツ工業のね、空2000のご紹介をさせていただこうと思います。まあ、最初に試作した空1000では、まあ、クレーン車を利用するのをね、まあ、生産性がまあ良くなかったということから、まあ、開業された社運車がね、ダイハツ工業が保有していた空2000という会社でした。えー、こちらのの特徴はですね、まあ、ターンテーブルを持っていて、まあ、自走式で貨車、まあ、に積み込みですね、まあ、回転させることでね、 積み込み込が完了するというもので,したであのー、ここでの記録ではですねコンパーの、まあ、下の写真ですね奈良個4台でハイレット軽、まあ、トラの場合ですね、まあ、6台搭載できるよというふうに記録されていました、まあ、こちらの方ですねあの、あのー、ハイレットがですね真下着方向にね並んでいるのが分かるかと思いますで、まあ、下の写真はですね「まあ、積み込み風景です」というふうにね書かせてもらっております 空5000誕生での社運車三菱重工業のクム3伝の話をねさせていただこうと思います。最後に登場するのはまあ三菱重工業は、まあ、後にね三菱自動車に分離するんですけどもが製造したクム3伝という会社になります。えクム3伝ではですねさらに改良が加えられて、まあ、上段のエレベーター方式となっているということでねク3台を搭載した上ですね。 その後上昇して、まあ、その下に自動車が6台、ね、搭載できるそういう行動になっていました左の図を見ていただきますと、まあ、下段にね6台で2階の部分ですね3台が搭載されていることが分かりますということで,でこう上あの2階部分というか上の部分にはですね貨車からこう貨車をですね直接乗り入れる、まあ、空母線に近い内容のねそういう行動だったようです でもあのこの証拠をさせるためにですね、火車自体に、まあ、の発電エンジンと、まあ、ガソリンタンクをね、搭載していたというふうに言われております。え最後にですね、まあ、それまではまあのそう自動車専用のね、こういう火車が誕生するまではですね、どううのようにしていたのかということで、まあ、お話をさせていただこうと思うんですけども、それをですね、まあ、陸送ということ、今もやってますけども、そういうふうな形でドライバーがですね、 当時はです、ね、一台台車を、ね、販売店までで運たそうです。まあ、大量に運ぶ場合などはです、ね、海上輸送による、ね、あの船便ていうのが一般的でしたけども都市部など、ね、内陸部へは陸送による方式っていうのが行われていましたということで特に昭和30年代後半から、まあ、自動車の普及が進むと、まあ、陸送という方法で、ね、運転手が1台ずつ車に乗って、まあ、販売店まで運ぶと。 でその後です、ね、販売店からは、えー、鉄道に乗って帰ってくるということで昭和30年代ですね、約1万人ほど、ね、そういう人がいたというふうに言われておりますただ片道だけはです、ね、鉄道利用してくれるのですが、まあ、本来であればです、ねまあ、あのお得意様と言えるところなんですけども不正業者も多くですね、まあ、国鉄はその対策に、ね、追われたとも言われています 最後ままでごご覧いいたた。だきありがとうございました今回は区5000以前の社運社の話ということで自動車会社が保有していた私有貨車シム1000シム2000シム3000の話をさせていただきました次回は区5000の話を中心にさせていただく予定としておりますのでどうかお楽しみにお待ちください